おお。なに？大うなぎだよ。大うなぎ。石だ。あ、石が積もって石見えるかな？あー、見えないっすね。あ、じゃあ逆から出す？ライトで。振ってみたらどうですか？あ、すげえ、ちょっと落ちてきた。カメラでもわかる。あ、もっと石が。あ？もう出よったな。なんか出よった。1個落ちよった。クラブ技。あ、出た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 。出た。出た。どっちか。こいつだ。しょぼ。しょぼ。どれが来た？いや、まだあるまだあるまだある。まだある、これだけ。まだあるまだある。まだあるまだある。やっぱもうか。落ちない。ほらほら。落ちる？うん。あ、来た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 。よいしょ。よいしょ、来た。オッケー。せ。あ、ホームセンターここにあるやつ、ここにあるやつ。ホームセンター。松毛が。松毛か。本当はね、ストレーナーってやつがあるんだけど、それが今回ついてないから。フィルターだ、簡易フィルター。いけんじゃん、いけんじゃん。おー、これで締まれば。これが師匠、ここに作ってことですか？なるほど。これはここにつく。卸しがやったらまだあの、できてなかった。まだあの、この角材切ってたはず。確かに。この角材45の帽子のこの角材で、枠作りっすね、師匠は。しかも相当長かったら、もう全部、サイズの狂いなくカットできてるのすごい。もう釘置く場所も邪魔してた今。いやごめん。俺が立ち上げたら邪魔なるんだよ。こっからですよ。よし。おお。もっと上げろって。上げろ。はい。暴れてる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 、やったくさんの顔が泥まみれになる。さあ、あ、これは大口動いっすね。ちょっと、アキト待って、何取れた、アキト。すごい、アキトボールパス構えてる。オッケー。でかっ。全部動い、大口動い。ちょっと下がってみよう。実際はまだ、一応入れた時はもっといたんですよね。跳ねてなければね。はい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 、見せてください。あ、見てください、これ。うわ、ここで取れた。そう、2級は分かるんすよ。はい、ウーパールーパーグリルっていうのがすごい。やばいっすね。おお、かっこいいな、やっぱり。沖縄のルアーアングラー憧れの魚ですからね。はい、しかも背景黒いからめっちゃ見やすい。ね、育てる子、育てる人も結構多いっすよね。うん、沖縄では本当に、あ、ルアーマンからめちゃくちゃ人気でね。うんうん、あの、育てたりとか、お店で、あの、入れてるところもね、ありますよね。すごい。もうちょい探しますか。ついに、そこが姿を現しましたね。そこが姿を現しました。わし、お疲れ様です。こっち、中ちょっとね、ガサガサしてみますか。全然ならそう。やってみてごらん。何かいるか。いる？そのまま流したら中、中いる？何か、いないな。うん、うん、もう、助けました。何か、何もいない。もうちょっといないですね。いなくなっちゃったかもしれないですね。ないですね。次も回、はい、行きますよ。よいしょ。おー、いないですね。さっきの全部だったかな。じゃあ次、ラスト。うわー、なに？大うなぎいたよ、これ。大うなぎ。あー、今回はこいつが、こいつがクックだもん。これ、アキトが吸ったやつだよ、これ。何これ？大うなぎ。2年前に来て、こんな、あ、違うよ違うよ、ナマズだよ、ナマズだよ、ナマズだよ。あ、ヒレトゲあるんで気をつけてくださいね。ナマズ、ナマズだ。はい、マナマズがいるよって。あ、キャブ、あ、あっくっすけ、やば。あ、そう、これ洗ってあげて。で、一回下につけてさ、
これでか、胸びれに。あ、なんか吉田さんが網用意してくれてますよ。吉田さん、やばいやばいやばい、あ、ちょっと待って、助けてー、助けてー、いけいけ、伸ばしてきた、さあ、伸ばしてきた、ちょっと大きくなってる。ナマズ、ナマズ、おお、まさか沖縄でお目にかかると思わんかった俺は。すげえ、ナマズだこれ。あの、さっきちょいちょい、あの、掃除してたら分かると思うけど、あの、はい、シラオゴガエルいるじゃん。シラオゴガエル、はい、あれがね、すんごいいっぱい寄ってくるの。ただ、水張っとくと、はい、で、ナマズ入れると来ない、食べられるから。ここで食物連鎖が起きてるってことね。そう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 、確かに、こっちね、あの、オタマジャクシがいなかったんですよ、はい、いないっしょ。いないっす。ナマズ入れとくとね、ナマズがみんなカエルを襲うから、はい、カエルがやってくるの、そう、ルアーでカエルで狙うパターンがあったりするぐらい、カエル大好物なんですよ、ナマズって。へぇ、かっこいい。でも入れた時にこのくらいだったし、だいぶ成長してますね。この子一緒に入れても大丈夫なんですか。今、あー、こんだけなんか見える、ここにあるんですね。そう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 、そこにトゲがある種類もある、太いトゲがある、っていうかある、ある。だから結構アマゾンでも釣った時みんな折ってくる。そう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 、あれを釣り針にしたりとかもできるんで、それぐらい強い針持ってるやつがいるんですよ、トゲ感。あんまちょっと覚えてないですよ。あ、覚えてます。あ、覚えてます。昨日のように覚えてます。懐かしいなと思って、シーンってなって、おった、夢よりどうだ。おじゃあナマズ正面ください。結構、うわ、ナマズだ、しゃくれてる。吉野さんも久々に見る。無事じゃあ今いるやつはもう概ね一旦保護、一旦保護っすね、うん、ちっちゃいさんが本当にない、うん、いたんだけど、もしかしたらナマズが食ってる可能性もある。ナマズが食ってる、本当に一匹も、うん、か、昔雷魚も入ってるって言ってたので、結構雷魚が獰猛なので。あ、雷魚のちっちゃいの釣ったやつも、逃がしたらまずいからこっちに入れ。実は抜いたんですけど、はい、そのままガシガシってやりたいところなんですよ、本当は。うん、けどね、まだここにはね、あの、大事な大事な生物がいるんですよ。こちら、タニシですね。タニシ、うん、まだ生きてますよね。スイスのお掃除屋さんなので、はい、このタニシを、今度ね、集めるって感じですね。お掃除前にちょっと集めていこうっていうコーナーです。はい、じゃあタニシ拾ってきます。はい、やっていこう。タニシ、タニシ、これ入ってない、タニシ入ってない、タニシ入ってません。じゃあヘドロ取っていきましょう。あー、タニシ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 、あ、いいっすね。ちょっと足場が危ないので、ここは336さんが代わってやってますね。はい、ちょっと高いところなのでね、師匠、ちょっとなかったら大変なので代わらさせていただきました。バッチリ縁止めか、うん、いや、これをやることによって、あの、雨で濡れない棚がね、棚の中が、あ、なるほど、ここ、この次のあとは残りやっていきます。はい、サバ、アキト上手だね、うん、めっちゃ綺麗になってる、やば、タニシもある程度、タニシも取って、水をさらに抜きました。綺麗に抜いたらこんな感じ、すごい黒いの、これいいと思うので、ジェッターお願いしてもいいですか。やったことありますか。ない、ないですか。ない、じゃあちょっと遅い、すごいっすねこれね、ほらやば、すんごい量、これすごいっすね。これ全部タニシ、うん、育ったんだね、いっぱいね。はい、2年間ぐらい入れてるって言ってましたもんね。
で、これがまたあのどんどん綺麗にしていくみたいなんで、うん、あの綺麗になった後、またこのタニシをね、あの入れたいと思います。コケ取りで入れてたらしいですね。掃除人だ。またコケ取りで、そう、彼らに期待してですね。あっち見て、あの吉田さん、うん、あ、ちゃんと固定されてる。固定して、これで、ね、もう動かないで。これだったら台風来ても大丈夫だ。大丈夫です、はい、あれ、すげえ、すごいじゃん、来た、すごいじゃん、師匠ね、すごいね、すごいじゃん、師匠すごいね。もういっぱい師匠みたいに勉強してからね、あの立派なお父さんみたいになると。立派かどうかわかんないですけどね。で、もう一箇所読んだ、もう一箇所、もう一箇所、あー、ウェーダーとかつらす、あ、そうそうそう、こっちも見てほしい。ウェーダーなんか書きたいって言ってたじゃないですか。うん、あ、バッチリじゃないですか。いつも縁側にこう、パイッと放置して、多分分かると思うんですけど、ウェーダーってこうやって干さないと中は濡れたままになるじゃん。はい、確かに。でね、この湿気が溜まりますよね。はい、これね、かけました。こういう風にね、いいんですか、かけれるところがある。で、今、空いてるスペース、ちょっとガス入れないといけないんで、ちょっとガスも入れてみますか。はい、こっちもね、バッチリですね。収まりましたね。収まりました、リアが。すごい綺麗になりました。雨にも濡れる心配があんまりなさそうですね。吉田さんの、整理整頓ができる棚、ミッションクリア。お悩み解決ですね。お悩み解決、ありがとうございます。よさん、ありがとうございます。はい、こちら池の方ですね。今もう半分なんですけど、めちゃくちゃ綺麗、あの黒ずみがもう綺麗に落ちてますね。残りがですね、もうこっち、このラインかな、このライン、うん、ここもまたちょっと明日、綺麗にするので、今日はここまでですね。池の方に日が当たって、あの、うん、水の温度が上がるから屋根つけた方がいいんじゃないかっていう、はい、提案があったので、はいはい、ちょっとやろうかなと思って、まず池の水抜いたんですよ。はい、ちょっと雨で10日ぐらい梅雨が入っちゃったね。はい、10日後、はい、なんと池が復活、はい、お帰りです。また抜かないといけない。卵の、カエルの卵、あ、カエルの卵だ。え、なんか近くオタマジャクシいっぱいいる。あ、いるじゃん、カエルの卵じゃん。やば、オタマジャクシだ。なんか食われてる。なんかいろいろ情報が多いな。情報が多いな。てアブが止まってて、そのアブがアリに食われてる。あ、これヤゴじゃない、ヤゴ。ヤゴか。今までオタマジャクシ発生率ゼロだったんですよ。はい、なぜならナマズとかミキュウとかいたから。ああ、全部食ってたんだ、そいつらが、うん、で、今ナマズとミキュウは今ちょっと移動してるので、うんうんうん、こう水が溜まった隙にこういう風にね、新しい生命が生まれてますね。いつも抜きつつ壁もきれいにしようですね。水泡を、おお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 、で、今から師匠はあのこのベニヤをして最強台にするらしいですね。はい、切ることはやってみましょう。切ります。はい、切りました。切りました。こうした、こうしてない部分、これ、うん、これちょっとブラシで落ちるかやってみますよね。石灰じゃないかな、これ。石灰が固まってるじゃない。強いブラシ。ブラシ落ちるっしょ。行くよ。はいよ。あ、こいつ強。強いな。効かぬ。効かぬぞ。なの、こびぬ、帰る日ぬ。全然効かぬぞ。これ削り取らないと無理なんじゃないかな。これはちょっと削ろっか。そうだ、ね、そっちの方がいいかもしれないね。めっちゃ硬いもん。綺麗綺麗ですね。水も抜き終わりました。はい、師匠のね、作業台の方も完成ですね。ベニヤで作ったペケ台ってやつですね、これ。石灰かな、これ。ハローさん、はい、さっき落ちなかったこの石灰、こちらで落としましょう。いけるのかい。やっと取れるんだ。落ちる落ちる落ちる。すごい。よし。
しゃめっちゃ落ちてる。めっちゃ落ちるね。あ、水が出てきた。うん。あ、水が止まらなかった。可能性としては、これ水道管通ってないみたいなんですよ。はい。なのに水が出てくると。うん。可能性としては、雨降るじゃん。まあ、最近梅雨あったんですけど、梅雨で溜まった雨水が、多分中に溜まったのかな。はい。で、そこで隙間が出て漏れて、そこから、ちょろちょろって少しずつ燃えてるのかなって。どうですか、あの大工、元大工。元大工。コロちゃん、コロちゃんどうしたの？心臓はコンクリートの中、削ってきます。はい。はい。こんな感じで師匠がここにビスって踏めていく。うわぁ。4ぐらい。4箇所か3箇所ぐらいビス打って止めて。うわうんうんうん。あ、なるほど。ここに屋根作るとこんな感じね。OK。まず印つけて穴開けていきますか。一節のところですね。チェックしてます。大体こっち。うん。明るく。測ってから。じゃあ、あんな感じでインパクト打つところを今チェックしてますね。全部で3箇所行ってきます。穴開きますね。やべ、めっちゃ雨。穴大きくしていきます。ちょっとずつね、ちょっとずつちょっとやって大きくやって、はい、ここの正体やっぱハロッキーがいるよね。はいはい。やっぱ雨降ってからなんか染み込んでるやつ、染み込んでるかもしれん。じゃあこれ乾かす感じか。ちょ、全部石灰取って、うん、いけそうだったら塗ってみてみたいな。多分今水分が出てる状態で塗っても、あ、糊が悪いのか。糊があんまり良くないかもしれん、うん、じゃあ石灰、じゃあとりあえず剥がすか。じゃあ全剥がしで、じゃあ一緒に。今一瞬通り雨降ったんですけど、溜まった溜まっていないじゃん。いや、こうちゃんやりたいでしょ。こうちゃん、こうのもの何悩んでるんだ。このものやりたいんだろ。ぬるこん塗りたい。早く。あ、剥がしたことない人だ。剥がす楽しみを知らない人だ。剥がしの楽しみ知らない人。剥がし童貞だ。剥がせるし、はい、剥がせるし。あ、気持ちいい。剥がすと知ってしまいそうだ。あ、止まらんくなった。もしかして、あ、やばい。隙間まで綺麗に取ろうとしてる。これ結構きついっすね。俺やっとくっすよめっちゃハマってるやん。ハマってるやん。みんなきついと思う、これやるのやっとくやっとくこんな感じで綺麗に落としました。めっちゃ気持ちよかった。で、一旦次の工程としては、この下に落ちた石灰をこちり取りで全部集めて拾っていきの、はい、もう一回仕上げにジェッターで、そうですね、キレキレして下の部分、乾かしの部門に移りたいと思われます。これ石灰するんだけども水分結構出たね。ね、めっちゃ温泉みたいに湧き出てきよった。もう今さっきほど水が出てない。うん、出てないところもある。これはいい仕上がりになるんじゃないですか、ここまで頑張ったから。だからね、楽しみだぜ。掃除終わったみたい。こんなにも石灰が。次はジェッター部門、ジェット春雄さんが登場予定です。どうも、ジェット春雄です。あ、出た、ジェット春雄さん出ましたよ。ジェット春雄さんが出たね。ジェット春雄とアングルジジイアングルジジイだアングルつくぜー。よくアングルジジイとのコラボは最悪。ジェッジェット落ちるよ。あ、調整来ました。アングルをつけるらしい。皆さん、ここでこうですね、今染み出てるじゃないですか。そのまま塗ろうとしたんですけど、はい、ちょっとあの詳しい方に聞いたら、ちょっと完全に乾いてからがいいよってことで、はい、詰まってる部分はある程度取ったので、さっきよりは全然ね、あの、なくなってきてるんで、これ作るときはちょっとまた必殺技を使いたいと思います。で、まあ、師匠がめっちゃこれ切ってくれてるんですよ。このアングルを使って、まあ、日陰を作るそうです。また後日会いましょう。お疲れ様でした。今、眠ってますね。これがキヨシプロジェクトですね。